じゃあ皆さん了解。じゃあ、まりちゃんご挨拶の方お願いします。はい、どうぞ。え、はい、座っていいですか？いいよ、座っていいよ。いや、座んないわ。座らない。じゃあ、全部の人見るか映れる。はい。はい、感謝してまーす。感謝します。ありがとうございます。本当、今日は北海道から、もう、東京、あと、違う県の方いらっしゃって。本当に、宮城も暑い中、本当にはるばる来ていただいて、ズームも。もうロサンゼルスから、そしてあけみさん九州から、ありがとうございます。嬉しいね、ありがとうございます。本当になんかもう地球天国がさらに地球天国になるこの時間、すごい楽しみにしてました。もうめちゃくちゃ軽いこの、あ、すみません、軽い、いやいや最高の褒め言葉です。龍の背に乗って、うん、1時間過ごせたら本当にありがたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一応今日の時間なんですけど、今日いつもほら、皆さん、こうな、終わった後 YouTube のライブがあるのかなと思ってる人いるかもしれないけど、ちょっと今日電波の都合で、多分ライブやってるとね、多分ライブにならないと思うんで、まぁ、ちょっとで時間取って、みんなここにいる人だけの質問、まぁ、ズームの人とね、質問コーナーが少しだけ時間取れたらいいなという進行具合でやりたいなと思ってます。一応そんな感じで、進めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ自己紹介、斉藤一人特別ですよ、鈴木達也です。よろしくお願いしまーす。今日は宮城県、定義山で。はい、素晴らしい。ありがとうございます。1年ぶりだよね。1年ぶりだ。そう、1年ぶりなんですよ。そう、定義山ほら、雪が降っちゃうと来られないっていう前提でね。そうそう。夏にね、お願いしますってずっと言われてたんだけど。ね、皆さん暑い中ありがとうございます。ありがとうございます。初めて来てみましたみたいな。来たこと。この講演会初めてですみたいな。あ、素晴らしい。あ、本当素晴らしい。ありがとうございます。多分帰りにはがっかりして帰る。そうそう、なんか YouTube なりなんなりね、見て来てくれたんだと思うんだけど。で、じゃあまあ初めての人もいるんでね、まあ皆さんこれはもう毎度の説明なんですけど、私の講演会は楽しいが8割でためになる2割ですからね。2割。そう、だそのつもりで聞いてね、俺が話楽だから。そう。そう。でね、今ほらやっぱ暑いじゃないですか。で、暑い時のね、ちょっと夏の思い出っていう話があるんだけど、これは全くためになりません。そう、昔、今日、定義山とかね、通ってくる時も思い出したんだけど、定義山途中って民家とか全然ないところあるじゃないですか。で、うちの実家も、お家帰る時にね、全く民家がなくなっちゃうの。本当にびっくりするぐらい。全然なくなっちゃって、昔どれぐらい山奥かって、これ例え話でいつも使ってるんだけど、昔の家庭訪問って、そう、中学校の時とかに、なんか前の生徒が、こうなんつう、先生が終わるまで、次のなんか生徒が待ってないといけないみたいなシステムだったの。で、そのほら、先生がナビゲーションとかまだあんまりない、ないっていう時代が分かっちゃうけど、あんまない時代だったから、先生を誘導していかなきゃいけないの。で、俺先生に言ってたのよ。うちめちゃくちゃ遠いよって言ってたのね。で、まあ先生もあんま信用しないのよ。いや、遠いっつったってたかが知れてるだろうみたいに思ってるから、まあいいやと思って、で待ってて、で時間になってこう先生を誘導してたんだけど、先生が途中でピーって鳴らすわけよ。車のクラクション後ろから。で、俺が何って言ったら、どこまで行くのってわけ。いや、それぐらい、うちもなくなっちゃうし、先生もなんかね、この先うちないでしょとか言うの。本当それぐらいのとこなのよ。でね、まあ、それを前提に聞いてほしいんだけど、で、バイクでね、夜中2時です。夜中2時。忘れもしない夜中2時に、ぶーって走ってたら、全くやっぱりね、民家もないところで、すごい、こうやって晴れてたのよ。夜で星空もすごい綺麗で、真夏だったんだけど、その急にね、ちょっと霧がかかってきたのよ。そうで、まあ、いいやと思ったんだけど、その霧が、普通ほら、ちょっと薄がかりの霧だったらまだわかんないけど、もう牛乳の中にいるみたいになっちゃう。だから、ほんとまだ全然見えないのよ。で、急にだよ。全く何の前触れもなく霧がボワーンって出ちゃって、で、怖いじゃん。で、なんか出たら嫌だなと思ってたの、バイクのブーンって乗っててね。で、なんか出たら嫌だなと思いながら走って出たのよ。何が出たかって、なんていう、手押し車をしてるおばあちゃんが。で、俺すごいびっくりしちゃって、わーとか出ちゃった。いや、それも、みんなも
多分同じく遭遇したら言うよ絶対。いやそれぐらいびっくりしちゃって、おおびっくりしたと思って、でそれでね、俺一番最初にどこ見たかっていうと足、足見たのよ。で足あったのよ。で、あ、足あったと思って変に安心して、いやーでもびっくりしたと思って、まあそれでね、その後はまあね、足あったし、なんか夜中2時に散歩すんないとか思いながら、まあ帰ったんだけど、で、そう何年かした後に一人さんにね、いやそういえば昔バイクで帰ってる時こういうことがあって、いやなんか夜中2時頃ね、なんかおばあちゃんが散歩しててって話したら、一人さんがね、幽霊って足あるんだよって言って、あ、そうなんだ、ものすごい色がびっくりしたことがあって、じゃあやっぱりあれ幽霊だったんだ。いやそれでね、いやよくよく考えてみておかしいことだらけなのよ。さっき見て民家が近くに全くないんだよ。それをなんかこういうなんつうの、やっとか歩いてるみたいなおばあちゃんなんだよ。おかしいじゃん、だってどっから来たのって思うじゃん、民家ないのに。でしかも霧がブワーって出ちゃってさ、で、あの本当おかしいことなんだけど、でね、あのただ俺なんかすごい一つ感心したことがあったの。ああそうなんだって思ったのは、幽霊も散歩するんだって。やっぱり足腰のため大切なのかな。すごい変なとこで感心しちゃって、あ幽霊もお散歩ってするんだなと思って。しかも夜中2時で。やっぱり昼間は無理だと思う。そうで、まあそんなことはあってね。でまたやっぱ夏ってさ、まあ定規さんとかもそうかもしれないけど、虫すごいじゃん、虫すごいよね。でまあ、あのやっぱ俺なんて夜中こう一人だと寂しくなっちゃうっていうかさ、やっぱりさ、やっぱ怖いじゃん夜中の2時頃とかのさ道とかでさ、でなんかやだなと思ってちょっと大きい声でね歌を歌ってたの。そうバイク乗りながらだよ。でわーってなんかで大きい声で大きい口開けてね歌ってたら、ズボンってなんか入ってたの。だから本当にもうドストライクで、あんななんかホールインワンとかだよ、すごい。だってしかもそれがちっちゃい金分とかじゃないんだよ。何が入ってきたかってカブトムシのメスが入ってきたんだよ。そう、それでまた向こうもわかんない、向こうもパニックってるから口の中でブーンって羽広げたりさ、なんかすごい暴れて、で俺なんかうわーって思って、で知ってる、あのカブトムシってオスとメスがいるんだけど、メスの方が力強いのよ。そうか、木からこう剥がすときにすんごい力なので、俺のベロに絡まっちゃった。もう死ぬかと思った。っていうね、あの楽しい夏の思い出が。いや本当だよ。そうだから、あのなかなかね、すごいいい話なのよ。いや、あと、まあ、もう一個だけね、もう一個だけあって、あの夏ね、こうやっぱりバイクで帰ってる時に、帰ってたらなんかおまわりさんがいたのよ、警察官の人が。あで検問やってたんだけど、あ検問やってるって思ったんだけど、別に俺なんか逃げるとかそういうのないから、まあ別にそのまま行ったら、なんでかっていうと絶対この辺で検問やってるって知り合いのおまわりさんって分かってるから。したらやっぱ案の定知り合いのおまわりさんだったのよ。でなんか分かんない、飲酒かなんかの検問やってたみたいなんだけど、なんか俺がブーンって言って、でやっぱ止まれって言って最初止められたんだけど、で顔ほら見たらさ、何立つやんかやって、早く帰れよみたいな感じ で俺暇だからさ、ね、こんなとこで何やってんのみたいな、なんか検問やこっち忙しいんだから早く帰れみたいな感じのこと言われたんだけど、俺そこでなんかそう言って言われたらちょっとカチンときて、あのね帰り際に、あのねって、君たちもこんなところで検問なんかやってるからね、いつまでも交番勤務なんだよバイとかって。そしたらすごい怒ってパトカーで追いかけてきた。まあそのまま家まで逃げ帰って、そう、まあその後別に何もなかったけど。なんつうの、あの俺なんか警察の人みたいな人とも友達になっちゃうのよ。そうだから特にあの友達だからおとがめもなく、まああとしばらく会いたくねえなと思った。っていうことでね、終わりです。普通にくだらない話。はい、ちゃんといい話をするからね。あのね、じゃあこの話はそうだな、あのこの前さ、女装してる子が自殺しちゃったでしょ。そうそう、であの、まあ、ああいう芸能人とかたまにそういうのあるんだけど、やっぱり最近問題になってるのは結構インターネットの書き込みだったりするじゃん。でね、あれについてひとりさんって何か言ってますか、それ教えてもらったことがあるんだけど、あるのよ。あのね、
あの俺たち私たちはこのように自分の意見を言いに来たの。わかりますか？だから誰かの意見を聞きに来たんじゃないの。意見を言いに来たの。だからあの子だったら自分がああやってやってるのを一方的に流しちゃえばいいの。そして意見は聞かない。そうだから最近俺もなんか YouTube とかでコメントオフにしちゃってるのよ。あれはなんでかっていうと、あのね、まあ、必ずって言っていいほどちょっと目立ってきたりすると批判するやつって絶対に出てくるよ。いや俺のコメントもね、変なこと書いてくるやつたまにいんのよ。そう、なんか前俺が覚えてるのは、なんか達也さんって自分で笑ってるだけですよねみたいなこと書いてあって、うるせえこの野郎と思って余計なお世話なんだよみたいなそう、いや本当に。でまたさ、まあそれはいいんだけど、あのやっぱり真面目な子ってさ、そういうなんて批判的なあのコメントにも返しちゃうのよ、ちゃんとまともに。あれは人の意見を聞いちゃうパターン。だから皆さんもこのように自分の意見を言いに来たの。誰かの意見を聞きに来たんじゃないんだよ。で誰かの意見に従って生きたら絶対幸せになれないからね。そうそうなの、本当そうなの。ダメなんですよ、聞いてはいけません聞きませんみたいな。そう、だから俺たち私たちは自分の意見をこのように言いに来た。言いに来たから、今だったらほら、インターネットとか発達してさ、まあもちろんコメントにね、ちゃんと返してあげるっていうのはその人のことを見てるみたいに思うかもしれないけど、やっぱり真面目な人って、ああいうコメントもちゃんと返さなきゃって思っちゃうのよ。そう、返さない。返さないってより、みんなが一方的に、なんつ発信したのを、それをこう好きになってくれた人が別に講演会だってなんだって来るわけじゃん。なんかそういう批判する人って絶対来ねえから。間違いなく。そう、だから、いいの。一方的にみんなもなんかブログやってようが、あの、こういうね、SNS なんかやってようが、YouTube でもなんでもいいよ。でも、やるんだとしたら一方的に流しちゃいな。で、コメントとかはね、聞かない方がいい。いや、ほとんど 99.9% が、あの、いいこと言ってくれるんだよ。だけど、中 0.1% ぐらいへんてこなこと言ってくるやつ絶対だよ。それと、普通の生活でもそうなの。誰かの言うこと聞いてちゃダメ。なんか俺とか一人さんなんか一生反抗期だから。一生反抗期。いい言葉だよね。いや、たださ、あの、それが誰かと一緒に同じ目的でやるんだったら別にね、何の問題もないんだよ。ただやっぱり中にはさ、これどうかなとかって思ったりするのもあるじゃん。だからそれは、なんか自分の意見はちゃんと言って、でも相手の意見をね、なんかちょっと、っていうのは聞かなくていいんだよ、全く。そう、だから、これ覚えておいて、本当に俺たち、私たちは自分の意見をこのように言いに来たの。そのために生まれてきたの。だから、相手がどう思うと一方的に流してください。それで、こういう自分がいいって言った人だけ付き合っていけばいいのよ。そう、だって別にね、嫌いな人と仲良くしようなんて思わないじゃん。そう、で、あと、じゃあそんなこと言ってたら人と意見がぶつかんないんですかって言うけど、これがぶつかんないのよ。そう、なんでかっていうと、自分が言いたいことを言いに来たって分かったら、相手がもし違う意見言ってきたとしても、それはあ、この人の意見はこうなんだって分かるだけなのよ。ひとりさんなんかほんとすごいからね。例えばこうなんだよみたいな話をみんなの前でしたとするじゃん。そう、中には斉藤さんってそれはちょっとね、自分は違うと思うんですよって、その通りですよ、ちょっほんと、すごいからね。もう忍法変わり身の見てるみたいな。でもそれは、ちゃんと理由があるのよ。あの、やっぱだってその場でさ、多分一人さんなんか頭いいから、そういうふうに言われた時も、こうでああでとかって全部多分、あの、言って、そう、なんとその人になんと説得っていうかさ、できると思うのよ。でも、そんなことしてもさ、多分ね、なんか、例えばさ、相手と、なんつうあの、相手が恨むだけなのよ、変な話。みんなの前で恥かかされたとかさ。まあ、要はいい思い多分しないと思うのね。だから、ひとりさんだったら、なんつうもし意見が違うってひとりさん違いますよって言われたら、その通りですって言いながら、その人がいないところでちゃんと言っちゃう。だから、その場では、いちいちそれが正しいとか間違ってるとかって言わなくていいのよ。そう、だから、もし相手が違う意見を言ってきたら、もうね、相手の意見が正しいっていう風にしておけばいい。したら誰とも揉めないじゃん。いや、納得いかないこともあると思うけど、別にその場で、なんつう、あの、相手が気分よくさ、変えれればいいんじゃない？それをやたらにこっちがさ、なんつう、無理くりこう、なんつう、説得とかすると、相手が恨む場合とかもあるのね。そう、だから、あの、俺たち、私たちはね、自分の意見をこのように言いに来た。誰かのね、意見を聞きに来たんじゃないんですよ、皆さんは。で、誰かの意見聞いて幸せな気分になることが絶対ないから。
まずね、本当に絶対ないからね。だからそれのことを覚えておいてねって話。だからああいう、まあ、芸能人のことかもそうだし、なんか発信してる人なんか特にそうだよ。なんか誰かがどう思ってるだろうなんて考えながらやっちゃダメ。一方的に流してください。終わり。ね、いい話だよね。いい話だよ。だからみんなもブログとかやってた時に気をつけな。コメントとか別にいいんだけど返しても、ただだんだん目立ってくると必ず批判するやつって出てくる。で、その批判するやつって、なんで批判するんですかって、あれ自分でイライラしてるだけだからね。だから、なんと変な話、イライラをぶつける場所を探してんのよ。そうすると、そこにまともに返信とかすると、余計なんつイライラしてるやつが集まってくる。そう、だからそれで炎上ってなっちゃう。そう、だから、ああいうのはね、コメントとかね、返さないのが一番いい。返さないけど、別に無視してるわけじゃないからね。そう、入れらんで、イライラをぶつける場所をなくしちゃえばいいのよ。イライラしてる人。じゃあ、その人のためにもなるよって話だ。ね、以上です。ありがとうございます。はい。素晴らしいペースでね、速攻で終わりそうな感じで。ね、北海道から来たのに。ね、こんな遠くから来たのに。大丈夫よ。じゃあ次の話ね。まあこれはね、前から講演会でも言ってるし、ずっと言ってる話だけどね、このやっぱご信号なんだっけ、大切なね、ご信号だな、だんだん良くなる未来は明るいのご信号の話なんだけど、いや、なんでこれが大切かっていうと、いや、この前ね、ひとりさんと話してて、なるほどなと思った話があって、ほとんどの人って、そう、小さい頃とか、昔からちゃんと勉強しなさいとか、ちゃんとしなさいとか、いろいろね、ちゃんとしないとダメだとか、ずっとほら言われてると、要はそれってさ、ちゃんと勉強しないといい学校に行けないとか、いい学校に行けないとちゃんとした会社に入れない、ちゃんとした会社に入れない人はなんつろくな人生を送れないみたいな考えがあるから、常にこうなんつ頑張らないとなんつ人生って良くならないみたいな教えがこうみんな刷り込みみたいになっちゃってる人がほとんどで、もっと極端な話になっちゃうと、このまま行くと日本も大変なことになるとか、世界が大変なことになるとか、要は簡単に言うと終末論ってこれ言うのね。で、これってほら変な話、だんだんこうダメになるみたいな考え方じゃん。このまま行ったら大変なことになる。でも我々はだんだん良くなる、未来は明るいっていうのは、そんなこと全然ないよって話で、別に頑張んなくても、俺なんか頑張んない最たる例みたいな本当にいや、なんか別にほら頑張っちゃいけないとかって言ってるわけじゃないんだよ。ただなんていうんかな、頑張ったからって報われるってわけでもないし、やっぱり頑張って苦しくなっちゃう人は頑張らなくても大丈夫だよが俺たちのメッセージで、何が驚いたかって、なんつう、まあ、大体生きてる人の8割9割ぐらいの人が終末論とかって信じてる。わかる。だからこのまま行くとダメになるみたいに、でもそれは自分たちも気づかない、なんかな、刷り込みみたいにも入ってんだって。だから勉強ちゃんとしなさいとか、学校はちゃんといいところ行かないとダメとかっていうのは、やっぱりみんなこう将来に対する不安みたいので今頑張るみたいなところがあるのよ。私もひとりさんも全く頑張ってきてませんからね本当にそう、だからいや、我々がね、なんでこういうことを言ってるかって、頑張らなくても大丈夫だよっていうメッセージなのよ。で、やっぱりでも人ってさ、ほったらかししとくと不安になっちゃうんだって。そう、だからだんだん良くなる、未来は明るいっていうのは普段から言ってると、例えば自分が不安になったり心配になったりした時にすぐ使えるのよ、これが。でも普段から言ってないと、避難訓練と同じよ。そう、ね、避難訓練って何でもない時に、なんでこんなことやんだよとかさ、なんか机の下隠れたりさ、ヘルメットかぶらされたりさ、まあ場所によっていろいろね、やらされるじゃん。ああいうのって何でもない時にやってると、本当にいざっていう時に動けるのよ。だからそれと同じで、普段何でもない時はだんだん良くなる、未来は明るいって、それは信じるとか信じないって話じゃないのよ。やっぱ人ってさ、なんて人生で問題が起きたりするとやっぱ悩んじゃうと何もできなくなっちゃうのよ。そうするとそのことばっかりがさ、頭から離れなくなっちゃうのね。でもこのね、ご神言知ってると、あ、そうだって、だんだん良くなる、未来は明るいってね、ちょっと言ってみようって思うと、ちょっとだけ心が少しずつ軽くなってくるの。そう、だからこれもね、覚えておいてねって話で、で、別にほら終末論とかいけないってわけじゃないの。俺たちはどういうふうに見てるかっていうと、いや、このままいったら大変なことになるとかね、世の中ね、ぼーっとしてたらね、置いていかれるみたいなことを言う人いるのよ。あれ、好みだからなんていう、だから例えば人間でも、なんつう、丸顔の人が好きとか細い顔の人が好きとかさ、いろいろタイプってあるじゃん。
でさっきほらジャニーズの話も出たけど、ジャニーズの中でもさ、誰ちゃんが好きとか、K-POP アイドルでもさ、なんとか君が好きとかっていう話あるじゃん。あれと同じで、終末論をこうね、一生懸命言ってる人って、俺たちあれが好きなんだなと思ってるの。好み。だから別に正しい間違ってるじゃなくて、あ、全然、あ、この人は終末論で楽しんでるんだなって。そう。でも、なんと、一人三論の真髄みたいな話があって、なんて要は頑張んないと幸せになれないとか、頑張んないとね、ちゃんとこうなんつもうちょっと上に行けないとかってみんな思い込んじゃってる。そんなことないよ。ちゃんとね、俺たちは何もしなくてもいいと思ってる。何もしなくても幸せで、例えで言うとさ、このスマホってあるじゃん。皆さんさ、何十年か前にこのスマホってなかったけどさ、まさかこんなのが自分でも使えるようになるとも思ってないし、こんなに進化するね、もの持ち物だとも思ってないじゃん。でも、これどうですかね、皆さんがなんかめちゃくちゃ努力してこれってできた違うよね。いやで、またこういうのできたけど、使う側もさ、別に今普通にすごい簡単に使えない？そう、だからそれと同じよ。だから人生も何かしないとね、ダメってことないし、なんていうかな、こう、ちゃんとしないと、こうなんつ置いてかれちゃうってこともないのよ。ちゃんとこうなんつ自然に適応できるようになってるよね。だから一人三論で言うと、何もしなくていい。何も変えなくていいです。まあ別にあんま地獄言葉とか連発がダメだよ。それは論外だからね。それは論外だけど、まあ別にそんなに特に何もしなくていい。まあこういうほら定規さんとかさ、途中山でね、いっぱい木生えてたけどさ、あの山の木だって別に誰も毎日水やり行ってないよね。私が毎日あの山の木に毎日水やってるんですよって、毎日水まきしてるんですよ。ないじゃん。それでも樹齢何十年何百年って育つんだよね。そうだから人間も全く同じだよ。だから何かしなくてもちゃんとね、育つから大丈夫なんでって、それが一人三郎の。だから特に頑張んなきゃダメってこともないし、本当にそのままでいいよって、本当に何もしなくても人間って成長できるよって話なの。そう、難しいこの話って。大丈夫？で、皆さんは、じゃあどうすればいいんですか？だんだん良くなる未来は明るいだけを、別に普通で自分の心の中でもいいし、口に出してもいいし、唱えてるだけです。難しいことは何もいりません。そう。で、ほら、まあ中にはさ、さっきも言ったけど、なんか人間ね、8割、9割がこのままじゃダメになるとか、このまま行ったら大変なことになるって信じてる人が多いから、中にはそういう意見を言ってくる人もいるよ。そういう人に会った時は、さっき言ったこと思い出してほしい。あ、この人は、なんかこの終末論すごくなんか楽しんでやってるんだな。まあこんなネタバラシみたいなのしちゃ怒られるかもしれないけど、あの終末論を言ってる人って大体5年なのよ。わかる？だから大体5年後に大変なことになる。わかる？ 5 年後。でもさ、あの5年前も同じこと言ってたはずなんだよね。あれね、延長すんだよ、毎回。だから、毎回5年ごと、5年ぐらいごとに、なんと、なんとか、なんとかのな、わかんないけど、人間がこうなんとちゃんとしない、意識を目覚めてないと大変なことになるみたいなこと言ってる人は、毎回5年刻み。一番有名なのはノストラダムスだっけ？ねえ、だってまあ俺なんかね、あのみんなここにいるけどさ、1999年で終わっちゃってんだよ、未来は。ここはどこみたいな。だから、あの別にああいうのは、あ、そっかって、この人たちは、これを信じて、なんか大変だ、大変だって言いながらね、楽しい人たちなんだなって思ってればいいよ。そうすると、微笑ましい目で見られちゃう。それをほら、ね、あの、なんかこっちが正しいとか、あっちが間違ってるってやるから、自分もモヤモヤするし、相手もなんかすごく、いや、それは違うんだよって、向きになるだけ。だから、この人は、あ、そうなんだって、5年後に大変なことになるって、騒いでるうちがすごい楽しいんだなって思ったわけだ。いや、だからさ、まあ、お互い楽しくてよかったねっていう話よ。そう。ね、まあ、そんな話なんだけどさ、大丈夫？だから、だんだん良くなる未来は明るいが覚えられないって人いるかな？大丈夫？俺なんかこうやって言いながらで、ね、最初はどんどん良くなるとき。一人たちだんだんだぞとか言って、ああ、だよねみたいな。一番教えてる俺が一番間違ってる。っていうね、話。だから、これは本当に普段から言っててください。で、あの、未来がね、大変だとかっていう人はほっといてあげてください。それは、あの人たちの楽しみなの。人から楽しみ奪っちゃダメよ。そう。そう、本当に。やっぱり騒いでたいのよ。大変になる、大変になるって。いうふうに騒いでたい人は、それがその人の楽しみなんだから、人から楽しみ奪っちゃダメだよ。そう。でも、
ここに来た人たちは、ね、やっぱりどっちがいいか自分で選んだ方がいいと思う。この話聞いてもやっぱりそう聞いてもね、世の中めちゃくちゃになりますよとかっていう人は、それはもうその通りです。でもやっぱりだんだん良くなる、未来は明るいっていう人は、なんていろんな問題って世界中で起きてたりするんだけど、やっぱそういう目で見てあげると世の中って良くなってるのよ昔より。いや問題って起きるんだよ必ず。起きるけど、その問題が起きたら必ず前より良くなってるはずなんだよ。そうだからそのことを覚えておけばさ、みんなが心配になって不安になったりすることもすごく軽くて済むんじゃないって話でした。以上でーす。ねえ、素晴らしい。いい話だよね。そう、いい話です。はい。じゃあ次の話ね。ひとりさんの精神論ってお話がある。ひとりさんの精神論。じゃあね、教えるよ。あのね、ひとりさんって、実はね、精神論じゃありません。いや、いきなり。なるほど。ひとりさんの精神論ってタイトルつけてる、精神論じゃありませんとかって。いや、何が言いたいかっていうと、ひとりさんって精神論じゃないのよ。あの、ね、幸福論なの。幸福論。だから、まあ、これちょっと、まあ、難しいと思うんですけど、聞き流してもいいけど、あの、精神論っていうのは、ああしようとか、こうしようとか、こうしなきゃダメとか、こうしないと幸せになれないみたいな、要は条件がいっぱいくっついてる。だけど、ひとりさんは幸福論だから、さっきも言ったように、特にあれしろ、これしろってないのよ。で俺なんかね、本当にいつもひとりさんと一緒にいるけど、ああしろこうしろって言われたこと一回もないよ。全然ないです。でひとりさんなんかすごいいつも優しいから、必ず行く前はなんか楽しくやってこいよとか、楽しんでこいよしか絶対に言わない。そして帰ってから、まあ、ひとりさんが優しいから、本当はね、講演会の話とかさ、俺がいない間にたまにこう先に聞いちゃったりする時とかあるのよ。なんか達也さんの講演会面白かったですよとか、楽しかったですよって言って聞いちゃってるのに、必ず帰ってから必ず俺直接聞くのよ。講演会どうだったとか、なんか全く何も話聞いてないみたいな感じで聞いてくれるのね。そうだから、全然なんて行く前もああしろこうしろもないし、帰ってからも、なんつうの、ここを改善した方がいいとか、ここはね、改良した方がいいとかっていうことも、全く言われたことないよ。そうだから、なんかね、反省会みたいなのが一回もやったことない。そう。そうだからね、何が言いたいかっていうと、なんつう、そんな難しく考えないでほしいんだけど、ひとりさんはね、ああしろこうしろってないよ、本当に。それも本当にいつも言ってる、そのままの自分でいいんだよって言ってるの、本当その通りなの。じゃあね、なんか中には私すごいネガティブなんですとか、すごいマイナス思考なんですが、何をね、こうなんつ捉えるのも悪い方に悪い方に捉えちゃう癖みたいのがあってとかって、いいです、そのままで。何も直さなくていいです。ただ最後に、ね、不安症な自分を許しますとか、心配症の自分を許しますとかって、要は最後にそれさえ言ってればいいよ。したら無理に直さなくていいよ。だからめちゃめちゃネガティブなんですって人いたら、めちゃめちゃネガティブのままでいいから。で、いや世の中でほら、例えばさ、すごくね、自分はなんか暗い方に考えちゃって明るい人がね、羨ましいって思う部分もあるだろうけど、まあそれはさ、羨ましさとして持ってるのは別にいいことなんだよ。でも無理に自分の性分って変えなくていいんだよ。だいたい変わんねえよ。だって今まで何十年とそうやって自分の生活と付き合ってたのにさ、いきなり変えろって変わるわけねえじゃん。だからそのままの自分でいいんだよ。で、じゃあ私はなんかこんな暗い性格だからね、もしかすると周りの人にね、暗い思いさせちゃってるのかなと思うかもしれないけど、バランスです。だってさ、世の中がみんなどう、世の中全員がなんかポジティブみたいな感じだって怖いよ。やっぱり、なんかいろんな人がいるからちゃんとバランスって取れてんのよ。そうだから、そこも心配しないで、だから無理に性分とか性格とか、思い込みみたいなやつも直さないでください。そのままでいいよ。さっきも何回も言ってるけど、そのままの自分でいいんだよって。で、そのままの自分で幸せになろうと思うだけでいいよ。それだけでもうね、完結しちゃうから大丈夫なんだよって話。だから難しいこと考えちゃダメだよ。あれしよう、これしようって本当にひとりさんの中ではないから。ない。ゼロです。本当に俺も全く言われたことありません。そうだからね、そのことをちゃんとさ、教えといてあげないとさ、やっぱりなんかちゃんとできないとね、ひとりさんから見放されちゃうのかなと思って、勝手に心配してたりする人いるんだけど、見放しません。だってそのままでいいんだもん、別に。だから、明るい人もね、まあその人はその人の性分だし、やっぱ暗く取っちゃう人はね、その人の性分なのよ。
それをやっぱダメだと思うとね、波動が下がっちゃうからね。あ、このままでいいんだと思っただけで安心な波動になるじゃん。もうそれだけで全然違う。だから性格も性分も直さないこと、そのままでいいんです。でも幸せになろうって決意だけはしてね。そう、それだけでいいよって。で、このなんか決意ができませんって人いる？いや、その決意が難しいんですよ決意だよそう、だからそれはな、みんなにとって変われないから、みんなが決意するだけ。でもこういう性格だからとか、ああいう性分だからとかって、それは関係ないんだよ。関係なくて、こういう性分でも幸せになろうと思えばいい。で、本当に、まあ、それでもね、自分がなんか落ち込んじゃうみたいな感じがあったら、こういうね、あの性格でも自分を許しますみたいなことでもいいから、最後に全部許しますってつけちゃえばいいの。それだけでいいよって話。だから無理にね、変えようとしなくていいよ。そのなんか、その何回も言うけどさ、何十年って付き合ってきた性分とか性格ってそんな変わんないよ、一朝一夕で。そうよく俺たちもでも聞かれるんだけど、ひとりさんとか達也さんって悩みってあるんですかって。それあるよって、今日の晩ご飯のおかずとかさ、まあ、冗談だけど、いや、まあズバリ言っちゃうとないんだけどそもそも問題を問題と思ってねえけどそう、でもね、だんだんさ、みんなもね、少しずつさ、そういうふうに、あ、そっか、このままの自分でいいんだと思っただけで少しずつ軽くなれるから、まずはそこから始めるといいんじゃないって話でした。で、難しい、この話大丈夫？以上です、はい、いい話だよね、ひとりさんのね、精神論でね、うん、大丈夫、ズームの前のみんなも、うん、OK、うん、素晴らしい。ですね、一応ですね、持ってきたお話は次の話で最後です。いや、これ言い訳するわけじゃないんだけど、大輝ひとりさんにね、俺ずーっと講演会やるときはずーっと教えてもらってる話があって、話は短く楽しく分かりやすくて、もうずーっとこの3つ言われてんのよ。したらなんかそれがもう本当頭に入ってるんで、ひとりさんの話が最近めちゃくちゃ短いからね、あの秒で終わっちゃうまさか秒で俺の講演会終わるわけいかないからあれなんだけどただ本当にずっとそれ言われてるから、やっぱりなんつうで、また短い方がね、みんなも集中して聞けると思うのよ。そうで、あとね、もう一個言うとね、後で使えないんだって。要はなんか俺なんか YouTube で流しちゃってるじゃん。そうするとこれがもしね、例えば2時間とか3時間とかってなっちゃうと、後々使えなくなっちゃうのよ。だから大体45分か、まあ長くて50分、でも学校の授業とかも多分それぐらいで区切ってあるから、人間の集中力ってそれぐらいしか続かないんじゃないかな、わかんないけどね。俺なんか喋ってっからいいんだよそう、まあ、聞く側もね、集中力ってあるからさ。そうだからやっぱり45分から50分、あとなんつうの、YouTube とか後で上げた時に使えないから短くしなよっていうのずっと言われてるから、言い訳のように短くしてますすごい言い訳でね、でも次の話はね、まあこれはひとりさんの最新の成功法則の話だと思ってもらっていいです。そうで、これじゃあ成功法則っていうと、お仕事やってる人かなとか、自分でねお店やってる人かなとか、そういうふうに捉えがちなんだけど、これは人間関係も全部使います。お仕事、人間関係、全部が使える成功法則だと思って聞いて。で、よくね、俺講演会で俺の話は別にほら忘れて帰っちゃってもいいよって、どうせ YouTube で流すからって言ってるんだけど、この話は覚えて帰った方がいいと思うよ。それぐらい価値があるし、まあひとりさんはすごくね、結構まあベタ褒めっていうか、すごく言ってくれるのは、この話1個聞いただけでも100万円分ぐらいの価値あるっていうぐらい、俺たちはそれぐらいすごい話だと思ってんのよ。そうだから、まあこの話だけ覚えて帰った方がいいかなと思う。忘れていいよとか覚えて帰った方がいいよとか、どっちなんだよそれと、これ最近俺がやってることなんだけど、一応ほらこの話が最後って言ったでしょ、うん、そしたら皆さん今から言うことちょっとやってほしいんだけど、この話が最後ですって俺が言ったら、みんなえーって大げさに言って、残念とかズームの前のみんなもやってすごいベタなんだけどこれ結構盛り上がったよ
俺がね、この話が最後ですって今から言うから、そしたら皆さんはもう声をね、大にして、やってください。OK? 準備いいかな ?OK? じゃあ皆さん、今日はね、この話が最後です。ありがとう。やだーいや、もっとーみたいな、アンコールとかね。アンコールって終わってんねん。いや、ありがとうございます。これ最近盛り上がるからさ、楽しくやらせてもらってます。いや、なんかさ、いや、いいなと思って。いや、あのね、すごいいい話なんだけど、じゃあね、その人間関係とか、もっと人間関係悩んでる人とか、お仕事とか悩んでる人が全部に使えるね、成功法則なんだけど、まずね、自分から親切な人になろうって思ってください。思う、終わりです。もっとちゃんと話せ。ちょっと汗が目にしみて。あのね、ちゃんと話します。ええー、って言わしながらふざけんなよみたいな。ちゃんと話すけど、あのね、まず親切な人になろうって思うので、そんな難しいことじゃないよ。なんかね、みんな親切な人になろうって言うとすごく大げさなこと考えがちなんだけど、例えばほら、今日も定規さん暑いしさ、仙台も暑かったんだけど、例えばお年寄りの人がさ、ちょっと大変そうに歩いてたら大丈夫かなと思ってあげたりとか、なんか荷物重そうだから声かけてあげようかなと思うだけでいいよ。そんな難しいことじゃないよ。なんか実際にちゃんとやれとかっていう話じゃなくて、そうやって思うだけでいいです。でね、で、そうするとどうなるかっていうと、まず自分がそうやって思うと、自分から親切な人の波動が出るのよ。わかりますかね？わかる？親切な人の波動って出るよね。そしたら、必ず、なんていうんかな、自分とこれからね、自分が親切な人になろうってちゃんと意識してたら、これから気の合う人とか、気の合う仲間っていうのは必ず親切な人が多くなってくるはずなんだよ。わかる？類友の法則って言って、必ず自分から親切な人の波動が出てると、周りのお友達とか、そういう知り合いとかも含めてなんだけど、必ず親切な人がね、すごく仲良しになったり、気の合う仲間としてこう集まってくるとか、集まるようになってるのよ、これは。絶対これって法則なんだって。で、自分が親切な波動を出してるのに、周りのお友達がすごい意地悪な人が多いですよ。なんかおかしいからね。何かがおかしいから。何かがおかしい。何かがおかしい。だからまずは自分なのよ。簡単に言うと。自分から親切な人の波動をね、出して、で、仲良しになった人は、やっぱり、なんか絶対に気の合う仲間って親切な人が多いはずなのね。そしたら、ここでね、じゃあまずお仕事なんかで考えるとすごい分かりやすいんだけど、お仕事頼むときに、じゃあちょっと A さんと B さんって作るからね、お仕事頼むときに、A さんはすごい親切な人、それ B さんはすごい気難しい人、なんか近寄りがたい雰囲気持ってる人、皆さんお仕事頼むときって、この親切な A さんと気難しい B さんってどっちの方が頼みやすいですかね、物事って。いや、やっぱ B さんですよね。あ、そっちかみたいな。それは頼むときにこの気難しいのどうやって攻略しようとかさ。ふざけんなよみたいな。そう、やっぱり親切な A さんに頼みやすいと思うのよ、物って。で、これは仕事でも何でも同じです。同じだよね。だって物を、だってお仕事だと同じ仕事頼むんだったら、絶対親切な頼みやすい方の A さんに頼むと、まあ、自然に多分そういう頭になっちゃうと思うよ。だって気難しい B さんにさ、声かけてあげたら、たまには声かけるかもしんないけどさ、なんか仕事頼んだらすごく怒られそうとか、逆にね、なんか俺は忙しいなとかって言われたりさ、しそうだと、やっぱり、なんつうん、当然こう A さんの方にすごく仕事って頼みやすいし、頼まれやすい感じになると思うんだよね。で、ここで、やっぱり皆さん頼む側の人だったら、その、なんと頼んだことに対してちゃんとありがとうとか、その感謝するの、簡単に。わかる？で、これで実はその成功の縁って完結するようにはなってます。ね、はっきり言っちゃうと。ただしがある。ただしがありますよ、皆さん。あのね、じゃあ、例えばこっちからいろいろやってあげたりすることとかもあるじゃん。なんかやってあげたりさ、なんかこうね、親切にしてあげたりすることもあると思うんだけど、実は、この感謝の念って相手にも求めないとダメなの。わかりますか？だから、これズバリ言っちゃうと、感謝のね、感謝をしてくれない相手とは縁を断ち切ってください。ぐらい結構ズバリ言っちゃうけど、
ダメなのよ、感謝の、なんつうの、お互いに感謝をし合える関係じゃない人っていうのは、これから先付き合っちゃダメズバリ言いますけどね。これなんでかっていうと、自分は感謝してるのに相手が全く感謝してくれないって言うと、やっぱりね、感謝できない人ってのはダメなのよ。そう、だから付き合っちゃダメなの。でね、またこういうのって身内とかに結構多いのよ。で、なんでそれが身内に多いんですかって質問もあるんだけど、これは、まあ、ちょっとはまあ信じなくてもいいけど、ちゃんと光の国で、ちゃんとその感謝のことをね、分かるようにね、感謝のことが分からない人をセットで連れてくるんだって。連れてくるの。信じなくていいよ、別に。そう、だから身内に多いんだって。血縁者とかね。そう、だから、みんなはね、身内だからとか、親、兄弟だから、親戚だからとかって言って、そういうのを無理くりこう納得させてね、無理に付き合っちゃったりしようとするんだけど、だからモヤモヤが収まんない。ダメです。まあ、もっと言うと旦那さんとかさ。まあ、奥さんって言ってもいるかもしれないけど。とにかくね、で、またほら、旦那さんとか奥さんだったら、自分からちゃんと感謝の言葉って言わないとダメなんだよ、当たり前とかと思わないで、自分が言いもしないのに相手に求めるって、これも論外だからね。そう。で、またひとりさんなんか、本社の社員たち、全くこのことを適用してるだけなんだよ。それで納税日本一までになっちゃったんだよ。そう、だからお互いに感謝し合える人間関係があるから、なんかすごくやっぱり社員の人はひとりさんのためにもっとね、自分たちも頑張ろうとか、ひとりさんは社員をね、いつもありがとうって言ってるから、お互いにすごいいい関係だし、すごくみんな喜んでお仕事もしてたりするのね。そう、だからこれみんなほら、従業員の立場の人だったら、自分が働いてる会社とかもこれ当てはめてみればいいのよ。俗に言うブラック企業なんて、社員に感謝なんか絶対してないよね。そうで、またほら、自分がさ、会社やってますって言うんだったら、従業員さんとか見たときに、やっぱ感謝のない人の態度って分かりやすいと思うよ。いつもブスくれてたりさ、返事もしねえとかさ、分かんないけどね、不平不満ばっかり言ってるとかね。まあ、要は、すごく分かりやすいから、これを全部適用すればいいのよ。そうで、人間関係も全く同じ。だから何回も言うけど、お互いに感謝のね、できない人間関係は断ち切ってください、本当に。でね。今でこうやって言うとさ、マルカンの人たち結構いい人が多いからでもなとかっていうところがあって、みんなこれね、言ったり聞いたりことなんて聞いたりとかね、したフレーズがね、今から出てくるからね、覚えててね。これは多分ね、みんな聞き覚えがあると思うよ。多分なんか自分の中でモヤモヤしたりさ、なんかなんだかなっていうさ、人間関係がみんなのね、周りにもあったとするじゃん。でね、その時に、あの人もいいところあるからって聞いたことね、ない？あるよね。ないから。少なくともあなたにはないの。ないの。だから、周りの人がそうやって言うかもしれないけど、あなたにはないんだよ。それをやっちゃうからおかしくなっちゃうのよ。だから、ないんだよ。ないんです。ありません。1ミリも。そう、だから、何回も言うけど、お互いにね、相手が感謝してくれない人間関係で断ち切んなきゃ。で、こう思っとけばいいの。これから先、自分の人生で感謝してくれない人間関係はね、もう付き合わないようにしようと。相手が感謝してくれない人間関係は断ち切ろうと思ってたら、そういう波動になるから、うん、そしたらすごくみんなにいいことがあるのよ。どうなるかっていうと、例えば相手がすごい、いつもね、なんか関係性でモヤモヤしてる人がいたとするよね。そしたら、それが自分がなんかそういう風に思い出した途端に、相手が劇的に良くなるか、いなくなるか。そう、だからこの2つしかないのよ、絶対に。そう、だから、みんなもこのことをね、覚えておいてほしいんだ。もうね、これから先自分の人生でお互いに感謝のね、出来合いね、人間関係は断ち切るんだと思ってたら、そういう人がいなくなるか、良くなるか。この2つしかないよって話があるのね。これじゃ難しい、この話。大丈夫？でね。このあの人にもいいところあるからって、すごくひとりさんがなんと分かりやすい例えで教えてくれた話があるのよ。これってどういうことかっていうと、じゃあ皆さんって結構車とか乗ったりする人多いよね。で、あの人もいいところあるからっていうのはどういうことを言ってるかっていうと、車エンジンが壊れてるのに、でもあの車ハンドルはいいのよとか。わかる？だからわかるかな？壊れちゃってんのに、ハンドルがいいもクソもないんだよ。だからみんな人間関係にすると複雑になっちゃってわかんなくなっちゃうのよ。違うよって。もうそれは壊れたエンジンだと思ってください。
それはハンドルがいいとかってならないはずなんだよ。だってラーメンとかだってそうだよ。だ味がめちゃめちゃまずいのにさ、まあ、これちょっと言い方悪いけど例えとして言うからね、ものすごいクソまずいラーメンがあったとするよね。そう、クソまずいラーメンがあるのに、いやーって、でもあそこのラーメンってさ、チャーシューだけは最高なのよとかでなるならないよね。そう、だからそれと同じだよって。だから人間関係もそれと全く同じなの。だからなんていうか、あの人にもいいところあるからって金輪際なくしてください。ダメですで、ズバリ言っちゃってるけど、いや本当にそれがみんなのためにもなるよって話だし、俺たちはそういう関係性しかないの。だからあの本当ひとりさんの周りにも、なんていうかな、そのひとりさんに感謝しないような人もいないし、またひとりさんもなんかすごく自らこうみんなに感謝してるっていうか、だから本当にそんな難しいこと何もやってないのよ。だ本当にシンプルだけど、皆さんもどうですかね。そしたらすごく自分がこうなんて生きてる境遇ってものすごい良くなるって感じしない？もし人間関係悩んでたりねするんだとしたら。でまたほら、自分は会社やってて従業員さん使ってますって人もいるかもしれない。でもその時もやっぱりこのことを適用してみればやっぱり分かりやすいと思うの、今後のことも関して。そうだからそのことを覚えておいてほしいんだって話なんだけど、これなんか何言ってたこいつって。大丈夫難しい、大丈夫、皆さん大丈夫ですか、ズームの前の皆さんも大丈夫ですか、うん、大丈夫ということでですね、あのお時間となりましたやばい失敗したからこれは冗談です、嬉しいよそうね、じゃあせっかくだから言われてもいないのにアンコールということいや勝手にアンコールあのね、じゃあこれは、まあ、比較的結構新しい話なんだけど、なんとなくね話してて思いついた話で、神様にね惚れる人惚れられる人っていう話があるのね。でじゃあね、これはそうだな、最初一番分かりやすい例えで言うと、まあ、ここも定義さんもさ、お寺だしさ、あのやっぱりほら仏様だろうと神様だろうとね、そんなにほら区分けしたらさ、こう細かくなって分かんなくなっちゃうけど、基本はやっぱり神様の分類に入ると思うんだよね。で、あの神様に惚れてる人はどういう人かっていうと、例えばもう1000回も2000回も神社とか行くの、わかるかな。別に行っちゃいけないっていうわけじゃないんだよ。1000回でも2000回でも行けばいいんだけど、この人の行動って多分惚れてる行動なんだよねって話。いや別にそれはいいんだよ、神様好きなんだから。だけどあのひとりさんは神様に惚れられてるんだって、わかる。でただね、あのこれ言っちゃうと、いやーでもひとりさんはね、それはなんかみんなが考えるすごい宇宙人みたいな人が味方になってくれるみたいに思うけど、あのちょっとねそこがもしかすると解釈が違うかもしれない。あのね、ひとりさんってやっぱり人間がほら一人一人生きてる人って神様の分け御霊って言って、神様の分身みたいなのが簡単に言うと入ってるのよ。でその要はみんなが神様なんだから、目の前の人が惚れる人っていうのはその大きい神様も惚れる人だって思ってるの、俺たちは。わかる。だってね、あの極端に言うとだよ、人間に嫌われてるのに神様だけ惚れられてるのは絶対ないからねそうだよね。そうだから人間にものすごいね変人だって思われてるのに、神様だけがものすごいねあの人を好いてってありません近所ですごい嫌われてるのにねものすごいどっかの地域で好かれてるとかないじゃん。それと同じだから、やっぱ目の前の人が神様なんだって思ったら、要は目の前の人が惚れる人っていうのは神様も惚れるよねって話で、じゃあその神様が惚れる人ってどういう人なんですかって言って、やっぱり言葉遣いとかさ、あのちょっとしたことなんだけど自分なりにそれを追い求めていけばいいのよ。例えば、まあこれは例え話なんだけど、まあ女性のね、女性の人のことをさ、やっぱ女っていうのと女性っていうのはじゃあちょっと違うじゃん。だからこういうのを自分なりにちょっとこだわってあの追求していけばいいのよ。そうだからやっぱり今の言葉ってちょっとね人が惚れるような言葉かなとか、もっと言うと、まあ、これちょっと難しかったらね後でちょっと考えてもらいたいんだけど、もし自分が神様だとしたらこの人に惚れるかなっていう目で見てみれば、自分のことだ、今言った言葉ってなんかなんつあの神様が惚れ、自分がもし神様だったら惚れるかなとか、なんか自分が神様だったら今の言葉遣いとか行動って神様って惚れるかなって思ってみたら、すごいなんか面白いんじゃないかなって話なんで、ひとりさんなんかそれを追求してんのよ、自分なりに。そうだから
みんなもこの話はちょっと難しいと思った人はそんな難しく考えないでやらなくていいからね。でも神様が惚れる人ってどういう人なんだろうと思ったら、すごく自分をそういうふうに見られたらね、こう分かりやすいんじゃないかな。ちょっとした言葉遣いとか言い方とか、そういうのやっぱりね、どういうふうにしたらね、自分が神様だったらこういう人に惚れるかなって、まあ、例えば分かりやすい例えで言うと、まあここには女性が多いからすごくね分かりやすく言うけど、じゃあ皆さんだったら女性だよね、女性何当たり前のこと言ってるの女性が多いと思うんだけど、女性だったらじゃあね、これけなさ、なんて例えばけなしてくる男の人と褒めてくる男の人だったらどっちの方が惚れると思いますかね。そりゃけなす方だよたまにいるよねと。でもあの人たちは自分で嫌われてると思ってないんだよ。そうだよ、だから惚れられてない。でまた惚れないよね。まあ中にはすごい変わった人がいて、いやもうあのなんかすごい自分をなんかねボロクソに言うあの感じがたまんないけどあるかもしんないけど、あんまめったいないよね、よっぽど物好きじゃないとそうだからやっぱりなんかすごいね、あの可愛いねとか綺麗だねみたいな感じで褒めてくれる人がやっぱみんなだったら、あすごいいいなとか、まあそういうちょっとしたことだと思う。だっていきなりビビビとかっていう話じゃないからね、やっぱりちょっとしたことなんだよねって。だからやっぱりけなすより褒める人の方が惚れやすいとか、やっぱり綺麗な言葉をね使ってる人の方がなんかやっぱ自分だったら惚れるなとかっていう感じになるんじゃないかな。それを自分なりに追求していくんだって、それはすごい楽しいよって話なん。それをひとりさん的にはやっぱ神様に惚れられるって話で、自分なりにいつも心の中に留めておくんだって。今使った言葉って、もし俺が神様だったら惚れるかなとかっていう風に自分を見てたら、もしまずいこと言っちゃったとしても次ほら言わないようにしようって思ったり、すごい気づきやすいじゃん。そうっていう話なんだけど、この話難しい？大丈夫？ということで終わりです。もうこのままエンドレスになっちゃう。ね、話ね。まあ一応ね、今日講演会のお話は以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね、ズームの前のね、3人もありがとう。一旦止めるからね。